東京都は27日、XBB と呼ばれるタイプの新型コロナのオミクロン株の新たな変異ウイルスが都内で初めて確認されたと発表しました。続きを読む都は27日、モニタリング会議で新型コロナのオミクロン株のうちの複数のタイプのウイルスが組み合わさった XBB と呼ばれるタイプの新たな変異ウイルスが6件確認されたと発表しました。都によりますと、XBB は10月17日時点で検疫で7件検出されていましたが、都内での確認は初めてだということです。XBB はシンガポールなどで感染が広がっているウイルスで、シンガポールでは先月中旬には感染者全体の 17.3% だったのが、10月中旬には 60.7% を占めているということです。一方、重症度については現時点で分かっていないということです。都内の変異株の発生状況を調べる東京 ICDC の賀来満夫所長は、シンガポールなどで局所的に増加しているものの、世界的に優勢となる兆候は見られず、引き続き国内外での動向を注視する必要があると話していました。